津ボートレース場で行われる催しなどについてシリーズでお伝えするコーナー、ツッキーの水面だより。今回はボートレース津津地所イベント情報をお送りします。皆さんこんにちは。今回で4回目となりますツッキーの水面だよりは、津ボートレース場の施設や催しなどを紹介していくコーナーです。そして今回も一緒に紹介してくれるのが、ツッキー、今回は津ボートレース場で8月30日から開催する G1 津地所王座決定戦のイベント情報を紹介していくよ。そうなんだ。年に1回行われる周年記念競争である津地所が、今年は8月30日木曜日から9月4日火曜日まで開催することになったんだ。うん、今年は津ボートができてからちょうど60周年にあたるメモリアルな大会なんだ。うん、そうなんだ。今年の津地所はイベントもたくさん開催するよ。9月1日土曜日には、なんと特命戦隊ゴーバスターズがツッキードームにやってくるんだ。観覧は無料で、午前10時10分からと午後2時からの2回も登場してくれるんだよ。午前の部も午後の部もショー終了後には撮影会を実施するから、カメラを忘れずに持ってきてね。しかも11時30分からは人気キャラクターグッズが当たる抽選会もあるから、そっちにもぜひ参加して人気キャラクターグッズ福袋をゲットしてほしいね。9月2日日曜日にはテレビなので大活躍の人気お笑い芸人ロッチがツッキードームにやってくるんだよ。観覧無料で午前11時からと午後2時からの2回お笑いライブを見せてくれるんだ。こちらも11時30分からロッチのサイン入り限定 T シャツが5名様に当たる抽選会があるから、ぜひ参加してほしいね。その他にも三重県在住の歌手北条智美さんの歌謡ショーもツッキードームで開催されるし、8月27日の新聞折り込みチラシについた抽選券持参で参加できるお楽しみ抽選会など、毎日イベントが目白押しなんだ。それから津地所開催期間中は開門から先着入場のお子様へのお菓子のプレゼントも毎日実施するから、お子様も夏休み最後にぜひ来てほしいね。それと今回の津地所王座決定戦は開設60周年記念というメモリアルだから、地域とコラボレーションということで三重美少女図鑑とタイアップして行うんだ。三重県在住のおしゃれで綺麗なモデルさんたちが津地所開催期間中、セレモニーのアテンダントやラウンドガールとしていろんなところで津地所を盛り上げてくれるんだ。そちらも楽しみだね。そうだね、どのイベントも参加料は無料ですが、20歳以上の方は
ボートレースの入場料100円が必要です。それではここでボートレース2の9月の開催日程をお知らせします。8月30日木曜日から9月4日火曜日までは G1 筒子賞王座決定戦、15日土曜日から18日火曜日まではツインクル1周年記念レース、21日金曜日から26日水曜日まではツボート大賞、29日土曜日から10月2日火曜日まではツグランプリシリーズ第3戦を開催します。ツボートレース場へは津駅と津新町駅からサービスバスを運行していますので、ぜひご利用ください。お車でお越しの方も駐車スペースを十分ご用意していますので安心してお越しください。今回の内容についてご不明な点や質問などは協定事業課電話 224-5106 までお問い合わせくださいね。ではまた次回をお楽しみに。バイバーイ。